月で2歳なんですよね。本当だ、31です。いいですね。ちっちゃいからね、セキセイインコの。31ありましたね。はい、顔、マナちゃんですね。はい、じゃあその餌の溜まり具合。あ、20% ぐらい餌が入ってますね。はい、それから栄養状態。まあ、そうね。いい感じではなくて、まだ増えてもいいかなというところですね。はい、じゃ あの先に寄生虫予防の薬をつけますね。それから爪をケアさせてもらいます。前も話したようにね、爪にこういう黒いのって内出血なんですよね。だから肝機能、肝臓がちょっと弱い可能性があるから、そういう子はだから体重も、ね、体もちっちゃいのかもしれないです。まあでもそれでも元気に過ごしていける子は過ごしていけますからね。観察だけ、観察表とかは今日持って見えたの。すみません、ちょっと今日はい、分かりました、いいですよ。また今度お見合いの時にしてくださいね。あのざっくりでいいですかね。元気よかったら書いてない日があってもいいですか。そっか、ちょっと切りすぎちゃった。体重だけは毎日測ってる。測ってます。体重だけでも、湿度とかが、そうで、なんか元気ないとかさ、体重が減っちゃってるとかね。もう元気ないやったら絶対だけど、あの体重が元気だけど体重減ってるとかだったら、しっかりうんちの数とかしっかりあの温度もね見てください。で、元気で体重も維持されてればなおかつ増えてるんだったら、もっといいですよね。ごめんなさい、私が出血させちゃった。飛んでも出血しちゃったんですね。ちょっとさ、いたたたたたいたたたた、ちょっと構わない、構わない。はい、じゃあ OK ですね。爪切り終わり。はい、じゃあ戻しますね。よっ。よし。それから爪切り。はい、じゃあ、まあ、もし可能だったら、寄生虫予防が1ヶ月ぐらいなんで、1ヶ月ぐらいで見せてもらえれば。いいかなと思いますけど、それと天気がいい日は少し日光浴もガラス越しじゃなくてね、1分でいいですから。ガラス越しは意味ないですからね。網戸越しならいいけど、はい、とりあえずまださ、で体膨らましたらもうやめてください。1分から30分ぐらい前に日光浴するといいですよ。
健康にはとってもね。はい、じゃあ最後でお願いします。